ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者、今日は2024年2月の21日水曜日です。今日も本の3冊シリーズの第3弾目であります。これは阿久悠さんの清らかな遠征というね、言葉をなくした日本人へという形で、書かれております。そして今日はですね、いろいろたくさんエッセイを書かれているんですが、今日は第1章の選択肢は生きるだけだよという中のですね、一つこれを選んでみましたね。タイトルは人間ってある年代に達すると諦め上手と諦め下手の選択になってしまうというのが、タイトルですね。ちょっとどんなことですか、阿久悠さんの文章を読んでみたいと思います。分類上では僕も老人である。しかし体力、気力、知力、胆力、全てが老人であるかというとそうでもない。残念ながら体力の方は認めよう。厄介な病気も複数抱えている。しかしそれ以外の気力、知力、胆力などはなかなかどうしてまだ置いてたまるかと主張する。僕もまるっきりの強がりだけではなく、認知してもよかろうとそれらの元気と現役気質を承認することにしている。だが待てよと、ここまでまたひっくり返して考える。十分に現役気質を備えているから体力まで元気はつらつ正気満々にできるかというとそうではないということである。弱ったものは弱ったもの、衰えたものは衰えたもの、萎えたものは萎えたものなのである。これは気合や幻想ではどうにもならないし、それらのことで一瞬の錯覚を感じたとしても叩き伏す前のぬか喜びのようなものである。これだけはもう神様との約束ごと永遠に青年の活力をと言っても仕方がないのである。約束の相手が神様だ。枯れる時には枯れ、朽ちる時には朽ちる。それが生き物の礼儀である。だから残念だが体力が老人なのは認める。認められるほど僕自身が気力と知力と胆力が備わっている証拠だよと自分を褒めることにしている。さて、あまり触れたくない種類のテーマについて書いているわけだが、それというのも最近高齢者による犯罪が驚くほど多いからである。毎日ニュースになる高年者の犯罪というと人生の生産的な高年になるがゆえの深刻にして哲学的なものを考えるのだが、最近のはそうではない。生々しいのである。レアといった人もいる。つまり、情緒の果てとか狂乱の恋とかいったものが多く、おいおい人間ってのはね、どこで捨てる部分と諦める部分を作っていかないと重くて仕方がないよと言いたくなる。元気はいいが所詮錯覚、色書きを70年持ち続けようというのはそもそも間違いなのだ。時代は高年者社会、僕も入る。で、高年者に元気があってもらわなければならない。だから励ます、おだてる、わっせいわっせいと風を送って世に出させようとする。それが結構ありがたい話だが、いつまでも元気での解釈を誤解するととんでもない悲喜劇が起きる。人間は有限の生命体で、しかも消滅するのではなく衰弱するようにできている。だから衰えるものの選択を自分の知恵でしなければ犯罪にもつながるのだ。諦め上手か諦め下手かで長い人生の幸福は決まる。こんなセリフを小説の主人公に語らせたことがある。枯れた老衆もあれば一向に枯れてくれない老衆もあるってね。これは人間ってある年代に達すると諦め上手と諦め下手の選択になってしまうというね、阿久悠さんの一つの見方であります。これいろんなこの
一節がたくさんあるんですが、これは第二章のたかが言葉、されど言葉と中の一つの項目であります。問題と答えをワンセットでいくら完璧に記憶しても想像力は生まれないというのがこの項目のタイトルであります。風が吹けば桶屋が喜ぶという言葉がある。桶屋が儲かるとも言う。さて風の一吹きから桶屋の近畿弱役までどういう連想でつなぐか、これ一つの推理である。条件と結果を提出しておいて、途中の展開は自由、とにかく突風と桶屋の大繁盛が論理的につながるという、つながると満点という問題の出し方をしたら、きっと子どもたちの脳は開く。こんなことを考えるのも、ある世代から下の日本人の想像力のなさと短絡的行為を危ぶむからである。どういうことかというと、問題と答えがワンセットになる記憶が勉強だと信じる結果が、ひだのない思考になっているのではないかと思えるからである。それは、風が吹けば桶屋が喜ぶを丸暗記して、問題から結果へのプロセスを省略したのと同じである。勉強とは問題でも答えでもなく、その入り口から出口までをどうたどったかである。この闇夜の中での出口への推理を重大なことと考えなくなったため、想像力が欠如した。問題と答えをワンセットで記憶し、それ以外は間違いだと教えられた子どもたちは、答えが記憶通りにならないとヒステリーを起こす。時には問題自体を破壊する。他に答えがあるかもしれないとも、別のアプローチが存在するとも考えないのである。それがその後の子どもたちの生き方を支配していると思えてならない。子どもたちが問題よりも答えよりも解くこと、推理することに価値があると考え、またそのように大人たちが教えていたら、少なくとも短絡の悲劇だけはなくなる。そして間違いなく社会の中での他人に対しての成熟度につながる。風が吹けば桶屋が喜ぶを解釈するつもりはない。目的でもない。しかし風に始まった桶屋が喜ぶで終わるまでに砂ぼこり、三味線弾き、猫、ネズミと連動していき、そして猫がいなくなってネズミが増え、そのネズミが桶をかじりまくり、桶屋が商売繁盛というすごろくが作られているのである。これを風と問えば桶屋と答える式に勉強しても何にもならないということである。さて僕はかなり前に、子どもたちがせめてもう産後自分の思いを伝える言葉を持っていたら、人を刺したり殺したり、また自分自身を傷つけることもないだろうと書いたことがある。会話のラリーが途絶え、てめえうるせえ知るかと逆上する前に、もう3つできれば5つ見失った答えに変わる言葉を持っていたら、状況も大きく言えば人生も変わるはずである。推理とは、謎解きだけでなく、迷うことを楽しみに変えることでもある。答えが出ないことに苛立つのではなく、その謎の深さと付き合うことである。この習慣が多分子どもたちを救うというね。問題と答えをワンセットでいくら完璧に記憶しても想像力は生まれないというのが、悪友さんの言葉であります。清らかな遠征、言葉を失った日本人やというね、悪友さんが書かれておる本であります。まあ、高齢者になるためには、まあいろんな人の意見をまあ聞いてみる。いろんな人の立場、作詞家の立場、小説家の立場、まあ芸能人からの立場、
学者の立場、いろんな人の立場から聞いてですね、それをまあ一応受け入れて入れて、それから自分なりにこう判断していくというのはね、必要なかと思います。そのために今日は野中阿久悠さんの視点からの話を聞いていただきました。まあ、いろんな人の話を聞きながら、自分たちでこうできたらみんなでワイワイ議論したりすればね、面白くなってまた違った形で入ってくるのではないかと思っております。まあ、コロナも久々になりましたのでね、時々集まって話をしてみたいなと思っている今日この頃でございます。ごきげんよう。